ードがポストに入っています。皆さん、このカード見たことありますか？ Amazon や ASOS で頼んだものが受け取れなかったとき、このカードが皆さんの家のポストに入っています。あー、楽しみにしていたのに受け取れなかった。そう思っても大丈夫です。このカードに書いてある電話番号に電話をしたら、もう一度皆さんの家に届けてもらえます。今日はどうやって電話をするか一緒に見ていきましょう。あ、もしもし、お電話ありがとうございます。コールセンター福谷でございます。あ、すいません、再配達のお願いをしたいんですけども。はい、再配達のご依頼ですね。それでは不在表に書いてある郵便番号と種類番号をお願いします。はい、郵便番号が 555-1111 で、種類番号が03です。次に追跡番号をお願いします。あ、追跡番号は 3333-44-555-6 です。はい、再配達の日にちはいつがよろしいでしょうか？今週の土曜日の午前中がいいんですけど。はい、かしこまりました。ではお客様のお名前とお電話番号をお願いいたします。福谷明子と言います。電話番号が 080-1111-2222 です。はい、かしこまりました。福谷明子様ですね。それでは今週の土曜日の午前中に再配達させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、これで楽しみにしていた荷物がすぐ届きます。皆さん、ぜひ何度も何度も練習して電話してみてください。今日私が話したスクリプトや言葉は投稿の中に書いてあるので、それを見ながら練習してみてください。それでは今日のビデオはここまでです。皆さん、またね。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.